こんにちは、えのき商店です。今日はオールダプルトニー12年をご紹介いたします。こちらなんかね、個人的にはめっちゃ久しぶりに見たという印象なんですけれども、こちらスコッチのシングルモルトになっております。オールドプルトニーはですね、スコットランドの北東部に位置する、かつてはね、ヨーロッパ最大の二信仰としてにぎわったウィックの町の蒸留所で作られております。で、ここのね、蒸留所の特徴がですね、ウイスキーって蒸留した後冷やしてあげるんですけれども、その冷やす時にね、すごいたくさん水使うんですね。で、その水ってこうやっぱ熱いものを冷やすので、ちょっとずつぬくくなっていくんですね。その温排水をですね、周囲の民家270軒にセントラルヒーティングとして提供してるんですね、このプルトニーの蒸留所が。そういったね、ちょっと地域に根ざした変わった特徴のある蒸留所で作られているモルトとなっております。で、肝心のね、お酒の方なんですけれども、こちらね、香りがですね、スイートでフルーティーで、柑橘系、洋梨、遅れて蜂蜜とバニラ、カスタードクリーム、加水するとドライでウッディになるとのことです。で、味がスイートだが大きいでスパイシー、甘い辛いのバランスが取れてて、あとは後口はドライでスパイシーということでございます。なんかね、ちょっとオイリーさが特徴のね、ウイスキーでもありますね。オイリーな感じが好きな人はぜひ飲んでみていただければなと思います。で、一つご注意点を。これね、今回箱入りなんですけれども、ちょっとね、変わった箱で開けられるかな。ここね、上、蓋、カポって取れるんですけど、カメラ持ってるから開くかな。開かない。開かないんですよ、これなかなか。なので、あまりね、ウイスキーって横にしない方がいいんですけど、開かないので、開けるときね、ちょっと注意して開けていただければなと思います。ちょっと爪引っ掛ける感じで。あ、開いた開いた。うん、なかなか開かないです。開かないんですけど、ちょっとね、上を持つと多分ストンと落ちちゃうので、取り扱いに注意していただければなと思います。はい。ということで、オールドプルトニー12年でございました。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。